仕事を辞めたんです。どんなお仕事だったんですか？いろんな家でお手伝いする仕事。こんにちは。お帰りなさい。達夫、こっちこっち。おいの達夫、妹の息子。ちょっとうちの次女が戻ってこないものでそちらに伺ってないかと思いまして。やっぱり私話そうと思うの？そしたらもううちに来れなくなっちゃう。おいっ子さんのこと教えてほしかったな。それなのに勝手だよ、加害者のくせに。これ説明してください。本当に違うんです。あの、聞いて、警察呼びますよ。同僚の方、同僚の方、私を嫌いにならないで。いずれこうなるはずだったから。ダメ、私は嫌だ。私が今までのあなたに話したこと全部嘘。